返せないな。出せよ。ありがとうございました。さあおいで。あ、待ってお父さん。見る。よ。まだ。マジか。なんだとはご挨拶だな。エラちゃん、店の手伝いか。関係ねえだろ。いや、スタピズどよ。あ、マツペッパー。母ちゃんに手出したよ。どういう意味？いらっしゃいませ。わー。毎度。店壊すなよ、パパ。何をしてんのかな、君は。見たらわかるやろ。手伝いに決まっとる。困っとる人を助けてもらっていい。兄さん、どうすんの。はい、ね、すみません、今めっちゃ言わせてしまって。我慢減って、こっちは好きでやらせてもらっとるんじゃ。雨の前に早もっていい。お待たせしました。何だったんだ。よう聞いてくれ。話せば長いようで2時間にやけどな。ちょっと待ってよ、ね、これ。おい。たまたま乗られ、こっちの商売も上がっちゃいでな。ケケケ。まあ、そないなことしとったんで、ちょこっと神の手を取り立ったわけや。僕が聞いたらな、旦那が借金を抱えておらんようになったっちゅうやんか。それでも頑張って店続けとる。子供もそないなことしてるんや。ああ、明日は身一つで会場にしたね。登録はワイが済ませとくさかいな。なんでそうなんのよ。人だって全中とんのや。それともなんか、あんた役所に突き出して、600億ダブル戻ってもええんかな。それは困るよ、君。見てみ。悲しそうなのかよ。ああ。気力ええねん。ああ。はい。平和のために。